じっとしてるだけやのに、ジュリちゃん。遅いしね、ジュリちゃん。ジュリ、遅いわ。ジュリ、遅いわ。ないの。ジュリちゃん、遅いないの。うん。落ちるで。落ちるで、ずるっと、ずるってなんで、滑るで。え？え？え？遅いしね、遅いし、遅い。落ちるよ、落ちるよ。落ちる落ちる落ちるよ、はいはい、落ちるからね、はい、ねえじいちゃん、おいこれね、え、残りのトランプから当てる突入者、高橋。そこから完全なブラインド状態で、村上が選んだカードはもちろん、自分の手元すら一切見えていなかったにもかかわらず、おさりもおさりしてみ、おさりしておさり、おさりは、おさり、こうやろ、おさり賞金、おさりは、落ちるで。なんで何してんのかな、不思議やってるこれで。お座りしてね、ジュリちゃん。お座りしてね、もう滑るで。じっとしたら立ったままや。何事か思ってるけど。そうそう、あ、座った座った。赤いんだ、赤いんだ。うん、足大丈夫、痛い、痛い足大丈夫か。よし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 よかったよかった。あっしゃ。よっしゃ。履正社買ったな。え、履正社が買ってんで。今後大阪負けて。残念ながら今後大阪負けちゃった。え？あ、そう、分かってた。理性、あんた、今後大阪、東海大やったら、7-0で勝っているもんな。うん。私は全盲やて、へぇ。私、全盲。全盲に見えへん。舐めてます、舐めてます。それではスタジオが番組史上一番魂に触れた、その一部始終をご覧いただこう。目が見えない私は26年間毎日9時間から20時間カードを常に離さずに練習してきました。これだけ練習するとどんなことができるようになるのか知りたいですか？視力を失った彼はトランプに触れるだけで、それが